21の方が良かったのかな、やっぱちょっと20時早かったかもしれないけど、でも上げましたね、上がりましたね。今塗ってるリップこれ01番カーディナルローズ、タイミング良かった。でもさ、ツイートまだしてないからかな、まだ気づかれてない TikTok の存在は。コウタラお話しかもしかまた話せる、ありがとう、嬉しいね。そうそう、しれっとだけんね。そう、なんかさ、通知とかない？ TikTok ってあるのかな、あんまないよね多分。あ、おすすめとか流れてくるんだね、へえすごい、そうなんだ、そういう感じね。昼投稿、そうそう投稿しました、ないよね。最後押してありがとうジュリちゃん、だから多分なおさら言ってなかったらもうあっさり終わってくよね。りょうこちゃんサイン会応募してありがとう、お話し会も来てくれるのありがとう、ないよね、ないっぽい。じゃあここで言っとこう、テロップテロップで言ってみる、ねねハートにしよう。これさ、リボンとかつけられるかな、ちょっとやってみよう、無理かも、あ無理かな、行ってみる、いけたやん、かわいい、いけたいけた、リボンにしよう。ゆうしご見てくれたのありがとう、リサのソロの TikTok 夏い、なんかそうちょうどねお話し会の時にあんまりああいう格好しないからね、なんかレアか、レアだと思うよってなって、そう撮ったやつ、初めて応募しました、ありがとう、初めて応募してくれたのお話かありがとう、ジャムちゃん結婚してよろしく、ありがとう、見てくれたん TikTok ね、一旦私の TikTok が終わり。あのそう登場してもうねない、撮ってるものは今んとこない。ゆいちゃん先回ありがとう、来てくれるのありがとう、ほんとないですよ今んとこはね。13枚目の今回はそうだね、ラストだね、13枚目もありがとう、在庫なしキラキラ、ありがとう、ストックゼロ、今はねゼロです、次は別のメンバーが現れてくれるはず。おしおちゃんくもありがとう、 I love you、 みくちゃんやっほーやっほー、プリンちゃん結婚してよろしくありがとう、ゆうたも来てくれるの、サイン会も話し会もありがとう、楽しみにしててね。9時ぐらいになったらツイッターを上げます、それで URL を貼ります。 TikTok ずっと待ってますありがとう。でもなんかさ、この間の全身の TikTok はなんかすごいね、いっぱいこうやって見てくださって嬉しかったですね。今日は供給が多いからね、明日以降がもうちょっとね今考えてないもん、今日をめっちゃ貯めてたからね。エリ君1000回申し込んでくれたのありがとう、ユーハートありがとう、リリーちゃんお話かありがとう、こちらこそありがとう。
TikTok 見てくれたの、わかなちゃんありがとう、見てくれて。うん、そうなの、メイドさんかゆい子SNS めっちゃね投稿、今日は投稿の嵐。まあ、別にね、なんかこう明日もね別にメイドの日とか言ってなんかやっていいとは思うんだけど、なんかどうせだったらね今日かなって思って、今日ねあらゆる写真をあげますね。たか結婚してよろしくありがとう。コット初めてサイン会申し込んでくれたの、嬉しい、ありがとうね。なんか初めての方も来てくれるの、やったー、嬉しい、楽しみにしてる。そう、ガチメイドの日らしいからね今日。サイン会1枚だけだけど当たったので初めて来ます。ありがとうゆきおちゃん、ありがとう。メイドの日らしい。あきららさんハートありがとう。前髪切ってないよ、切ってないけどなんか今日眉毛がさなんか濃くてさ、なんか色が濃い、各色間違ったからちょっとねやばい。今回サイン会ついに全日程だから、わあ全日程ありがとう、嬉しい。すごいね、バラやば、花束、花束ちゃん。今日薄い前髪、薄い前髪で、薄すぎない、なんか大丈夫そう、眉毛透けてるけど。 TikTok が多い、ありがとう。ななちちょっとあれさよくよく見たらさちょっとなんかさあのあれだね、しくってるね、いろいろしくってるかもしれない。りーちゃんさんのサイン会応募しました、ありがとう。ちょっとしくってない、大丈夫そう、もうちょっとさ可愛くやればよかったね。あれじゃあ一番最初に撮ったんだけどさ、あのこれよりも先に撮ってさ、久しぶりすぎて緊張してさ、なんか緊張して、しかもなんか時間なくなって焦って撮ったからなんか大丈夫そうって感じだけど、久しぶりに撮ると緊張するよ。なんかそのしかも上がった後のなんかその反応とかも見るじゃん、やっぱ反応も緊張しない？熱大丈夫？みずきちゃんお大事に、早く元気になってね。うん、しかもなんかいっぱいあったんだよ、なんか本当はこうなんかこうなんだよね、なんか最初もおあやちゃん TikTok 見てくれたのありがとう。そういろんな方がいるよね、あれかわいい、この歌ざまいちゃんハートありがとう。じゃあこれからはこれと合わせて見てね、チャラララララみたいなやつチャラララみたいなやつ。みゆらさんこんばんは、先生に布教してくれるの、先生、先生こんばんは、ざわいちゃんいっぱいハートありがとう、嬉しい。アンインストロールしてくれたの、あれ流行ってるよねあの曲、ダンスプラクティスみたいなダンスのやつ見た、みんな可愛いすっごい片言みたいな、みんな片言みたいになっちゃった、可愛いみんな、みんな可愛い、わざとあざとエキスパートだね。アインストロールで消してるってこと、やばい間違った、なんで消さないで、消さないで消さないで消さないで、見れなくなっちゃうじゃん、私のことが嫌いなんだね急に消さないで、
消さないで。消さないで。間違えた、インストールと間違った。そうだね、逆だもんね。間違えたじゃん、間違えたじゃん。マッスルさん、サイン会外れたの？でもまだあるくない？サイン会あるよ。なんか眉毛が透けてるのにちょっとさ、なんか嫌になってきて困っちゃってる。嘘、やった。りょく見てくれたの？今日、そう、明日のお昼まで。あ、増えた。なのちゃんサイン会嬉しい、ありがとう、今日も見てくれてね。あるよね多分。ごまさんありがとう、毎回サイン会応募してくれてるよね。なんか毎回名前をさ、ごまさんの書いてる気がする。ゴンさんと間違ってるんだよねいつも私。ね、メグヤン、ヤッホーヤッホー。いちご食べすぎてお腹痛い、大丈夫？それは残りのさあれとか知りたいよね。インスタのメイド可愛かった、ありがとう。インスタはね、あともう一回やるね。あともう一個最後投稿して終わる。あの今度より、みんなバカ、あ、そうなの、バカ投げるの。それで終わりです。今日ツイッターはあと一個、インスタもあと一個あげたら終わりですね。めぐにゃん、すぐコメント、え、ありがとう。見る、ずっと見てたの。でもなんかまだリサがツイートしてないからさ、まだあのみんなのコメントを待ってる。より、え、そう、まだある、最後ね、最後もう終わりますから。そう、のせ納め、メイドのもうね、あのメイドの写真をあげることはねないよ多分。わかんない、なくない、もう。わかんないね、なさそうじゃない。でもちょっと14枚目のお話し会の服装気になる。あ、そうそう、お話し会のね、あのそういろいろねやりたいよね。メイドの日、来年、来年はまだわからない。ハロウィン近くある。わー、何になる？私何になってるっけいつも。ちょっとハロウィンってなんかいろ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 やりすぎてわかんなくなってきた。チャイナはショウコに借りたんだよねこの間。あー、ポリスやったんか、アリサ。あれ、そっかそっか、かぼちゃかぶってる。待って、絶対にインスタには載せないけどいい？かぼちゃかぶった際はツイッターだけでもいい。ちょっとさすがにあのしんどみがあるかもしれない。ポリスとナースとメイドやってた、すごい、めっちゃみんな覚えてる。確かに結構やってるね。確かにかぼちゃモーメントでもいいかも。ナポチ結婚してよろしく、ありがとう。何、何だ、何、もうさ、コスプレ祭りなんだよね。誰か持ってない？誰か借りたい。部屋にさ、コスプレがありふれてさ、私もう無理なんだよ。もう服が多すぎて今、自分の持ってる昔の服とかもあるからさ、やばい。誰か着てたやつ借りていい？エンジはちょっと嫌だかも。ちょっときつそう、私には無理と思う。みんな可愛かったから無理かも。ゆうゆうくん TikTok 見てくれたの、ありがとう。見てくれて、地雷メイクね。私なんか思ったより、そう、なんかもっとあれかな、なんかもっとさ地雷になった方がいい。
なんかいつもさ結構控えめなのかな、あれは分かんないけど、でも分からないね。うん、めっちゃ、あ、そうなの。だけどなんかどう、あれな感じ。あ、マリサちゃん見てくれてありがとう、嬉しい。 TikTok、 うん、猫耳やってないかも。猫耳やってない。今、あ、一緒にいるの。いい、ありがとう。カイトも見てくれた、私の一人 TikTok。 ねえ、こんばんは。コスプレスタート、猫耳、猫は耳、うん、なんかなんかやった気もなくもないよね。タッピー嬉しい、シェアしてくれたの、ありがとう。あーね、そうだ、無理やりつけられてっていうか、なんかショールームであったね、あった、それは。みくちゃんありがとう。なんだ、うん、はなちゃんの耳か、そうだね。なんだろうな、嬉しい。 TikTok 見てサイン会応募してくれたの、そんな方がいるの、ありがとう。TikTok の効果を今感じてる。すごいね、そんなことあるの、ありがとう。なんか可愛いコスプレ送ってくれるの、着るね、じゃあ着ていこう。 SNS の凄さを感じてるよ、すごいね。そんなことある、アイシャドウ濃いめ、嬉しい、ありがとう。踊ってほしいと思ってたの、ありがとう。夢中になって、みんなさ声可愛くない、すっごい思った、声が可愛くて、ちょっとすごいすごいね。山津のサイン会を応募してありがとう。流行ってるよね、タジサイン会。あー、よかった、ありがとう。何、餃子のコスプレって、何、どんな、バン、ヤッホー、ヤッホー、 TikTok、 あ、そうなんだ。でも確かにあのさ、なんだっけ、あのあれだよ、あの流行ってるよね、なんか思い出せない、あの歌、え、可愛くない、なんであの声なの、夢中になって、ちょっとできないんだけど、可愛い声でよく、すごい、みんな可愛い、なんで、すごい声可愛いね、TikTok みたいなね、流行ってるよね、歌、地声かと思った、夢中になって、これは裏声だよ。TikTok 見てありがとう、のえちゃん、ちょっと待って、思い出そう、なんかさ流行ってたよね、 TikTok のさ、なんだっけな、なんか流行、なんかいろいろ流行ってるか、でも変わるよね、わかる、わかる。楽天ポイント、あー、なんかあった、知ってるよ、楽天ポイントみたいなやつだよね。それだよね、知ってる、なんかめっちゃ流れてきてたよね。あ、なんかさ卵あるやつ、あれ何なの、あれわかんなくて、
あれ何なんだろう、よく分かってないよ。ためるならのやつか、それか。ハトのやつが楽しそうあれさ、何あれ、あれあれ分かんなくて、何やってんのあれ、卵みたいな、何やってんだろうねありがとう、シェアしてくれたの、あやのちゃんありがとう。あれなんだろうか、ともくん、おつ、めいかちゃん、リサしかかたん、何あれ、なんなの。卵に触れるとちゃんとした後、あ、そうなんだ、あ、そうなの。え、なんか何なんだろうと思ってたの、ずっと。あれ何してたんだろうと思ってたら、そう、音ゲーみたいな感じなんだ。そうなんだね、知った。今コアハートありがとう。あ、むずいんだ、一回やったのみんな。あ、そう、見たい、みんなのやつ、みんなのやつ見たい。冷めた表情で見てないよね、そんなひどい人じゃないからちゃんと見てたよ。でもこれなんだろうと思って見てた、普通に。あー、可愛くてごめんね、あれわかんないんだよね、ここしかわかんない。チュン、可愛い子初心者じゃね。わからないことある。踊れるの？すごいじゃん。すごいよ、踊れるの。ハッシュタグ見つけるよ。あ、私の一番かわいい。あれさ、マイカとかやってなかった？やってなかったっけ？違ったっけ？なんか誰かやってなかった？気のせい？レナちゃん結婚してよろしく。あ、ショールームでやってたんか。なんてこれだよね、なんか私もみんなちょっとなんかあれだっけね、なんかやってた気がするね。すごいね、踊れるの、天才じゃん。すごいよみんな、なんで、すごい。あげなあげなあげな、サインは B ね。あれはあの覚えれない、覚え、なんかこれこれしかわかんない。あと、なんかこれ、なんかこんなやつ大丈夫そう。あかねん TikTok 見とけてありがとう。踊ってみたみたいなね、みんなの踊ってみた見たいよね、見たいよ。リサは嬉しい、メイカちゃん来てくれるの、シングルのお話し会楽しみにしてるね。みーちゃんコメントしてくれてありがとう。今日も見るね、ずっとコメント。私はね、怖いくらいにガン見してるから、もうずっとずっと見てるよ。誕生日の日の話し会、そうなんです、すごいよね、すごくない？限定、あ、確かに見たい見たい見たいよ。オタクのオタク見たい。お話し会で踊ろう。でもさ、私本当覚えれないんだよね、やばくない？ありがとう、サイン会も見るよ。もうちょっとしたらツイッターあげよう。イーグルス行くなら、え、嘘でしょ、大丈夫？え、ね、ね、雨だったらどうなるの？っていうか、雨だったらどうする？それやばくない？確かに。元気かい？元気だよ。外？あれ、外だよね。
雨でもやるかな。今週末やばいね。あら、そうなんだ。困るね。でも小降り、小降りっていうか小雨だったらやるかな。そうだよ、晴れ女だからね。みんな笑顔のレシピ踊ろう、踊ろう。みんなで手をつなごう、一人一人目を合わせて、今日会えなかった君だって、全員幸せにするよ。雨だと寒そう。あら、確かに寒そう。うん、いろいろあるね。みーちゃんありがとう、いっぱい。ドキドキママ会ってほしいけど、そこも愛してほしい。そうだ、今日6時だ。あ、ほんとにありがとう、送ってくれるの。やった、カラオケで歌ったの？笑顔のレシピ高くない？そんなことない？鬼高いよねなんかサビはって思ったけど高いよね。みんなで、A メロとかだったらマシかな。歌えるの？嬉しい。歌って今度聞かせて。いくら大体高いよね。お酒飲んだら歌いやすいの。でも空へ絶対行こう。おいえ高いもん、ほら。じゃーん。じゃんじゃん、じゃんじゃん。今日ゆうがたちと泊まって、いいやん。今からご飯作るの楽しんでね。ザゴスはやばい、大丈夫ね。それは危険。手遅れとあの子歌休めだった。あー、でも今日よく聞くかも、手遅れとかあの子歌休いって。僕のヒロインむずそう。でも私あのおつさびが大好きだから。君は僕のこときっと知らない、この距離でちょうどいいよ、幸せでいてほしい、のとこは好きですね。世界は君だけが動かしてる、かわいいよね。わかる、歌詞が良すぎんだよね。僕のヒロイン授業を受けてる、好き、いいよね。わかる、そう、この距離でちょうどいいよの歌詞好き。最近毎日リサ活、嬉しい、みーちゃんありがとう、いっぱいリサ活してくれてる。うん、シネマも好き。こんばんは。あ、本当だ。え、ちょっとさ、今文章悩んでる。突然の悩み、突然の文章悩み。君と私の歌高い、まぶし高い、まばたきなんてできないよ、だって真面目な顔もくしゃくしゃ笑顔も。ちょっと行ってみようか。わあね、何のコメントにしよっかな。
メイドさんってさ、どういうこと言う？萌え萌えキュンって思うじゃん。そういう顔してないんだよね、写真が。そういう顔してないんだよ。笑ってないからね。この待って待って、ちなみにこの間はどういうやつだったっけ？メイドさんになったよみたいな、なりましたか？じゃあさ、絵文字だけにする？なんならもう、私あの黒猫好きなんだよね。黒猫のあのやつ、そうそう、あ、そうそう、デカシの送ってくれたやつ、かわいい。え、なんかさ、ポットみたいなのあるよ、かわいい。でもポット違うかね。え、待って、ハートかわいいね。え、すごい、待って、黒猫にしよう、一個。え、ポットあるね。でもさ、ちょっと待って、猫にポットってちょっとおかしいか。ちょっと変？むずい、むずいかも。おかしいか、やっぱさ、ハートにしようかな。猫に、黒猫に白のハートにするのはどう？待って、いいかも、自画自賛。でもさ、ポットむずいね。猫とポットは謎、やばい、謎だよね。そうだよね。あー、白黒のハートも確かに。ちょっと分かんなくなってきた。いか、黒、そのハートないんだけど、なんでだろう。え、ない。あ、これかな、あった。いや、待って、これ違うかも。まあいいか、まあいいか。なんか似てるけど違うかも。だけど、いくね、ツイートします、レッツゴー。やばい、行っちゃった。待って、間違えた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 よー。脳抜けたよね。これは間違ったね。はい、消します。間違った、間違った、もっと最悪だよ。やり直します。もうなんでさ、こうなるんだろう。やり直しますね。間違ってないかな、ちゃんと。やり直します。これはさ、書いてたのにね、間違ったの。最悪なんだけど。消すの早すぎて、草消すよ、それはもうさっさとね。でもあんまり消さなくない？私、言っちゃうよね、そのまま。大丈夫かな。もう一回リベンジ。下書きからそうだった、最悪だ。行っていい？行くね。でも間違ってたらどうしよう。さっきの写真と合ってるかな。合ってるよね。いけてる？合ってる？よかった。もう危険よ。間違った、間違った。
よかった、ツイート。これに TikTok の URL 貼ればいいんだね。それはもうちょっと後からでいいかな。今やるとちょっと早いよね。大丈夫かな。大丈夫かな。タグも、あ、そうなんだ。マジ？この写真でワイワイ系は変で、そうそうそう、変じゃない？結構変だよね。結構変だから、よかった、よかった、無事にできて、やったやった。ツイート任務完了。こうやって見ちゃうの、リサはコメントをずっと。ダメだね、今は配信してるんだから。4枚目結構好きです。え、嬉しい、ありがとう。なんかさ、フラッシュで撮るとなんかまた変わるよね。コメント消した？え、消さないで。配信中にさ見るとダメなのにさ、もう TikTok を見ちゃうから。でも楽しい、更新するとみんなの反応がすぐ見れるからいいね。いっぱい見ちゃうからね、もうたくさん監視やめられないね、どうしよう。ダメだよ、森様ずっと見てるから。今何見てると思う配信中にやばいでしょ今はね。そう、日曜リプランじゃないよ。今はね TikTok のコメント見てた。 TikTok のコメントはもうねずっと見るから、これからもずっと。いまだにね前のやつも見てるよ。あともう一個インスタあげるから、ちょっとインスタはもうちょっと待とうかな。ちょっと上げすぎ、ちょっと上げすぎだから。そうなの、そうなの、リサ一人だとリサの当てしか来ないから。そうなんですよ、私宛てにしか来ないとめっちゃ見る、ガン見。嬉しい、めっちゃコメントしてくれるやんみんな、楽しい、見よう。本当に監視好きなんだね。うん、監視が好きというか、あの本当にあのコメントとか見るのが好きっていう感じ。バイト終わった、お疲れ様。前のコメントを見返す、たくさん投稿したらそう見るところ増える。そうなの、だから今日はめっちゃ見るよ。ツイッターとインスタと TikTok、 やばい、いっぱい見よう。ララちゃんコメントしてね。
メントしない、ありがとう。コメントしづらい？なんで？いつもめっちゃ見てるよ。お風呂で見る。待機、あーありがとう、お前ちゃん見てくれたの？ありがとう。やだ、なんでコメントしてくれないの？悲しいじゃんね。よし、こんばんは、こんばんは。ありがとう、えのちゃん毎回コメントしてくれるの。変なコメントでも、変なコメントないよ変なコメントって何？ないよ、ないない、平和。TikTok はね、ほんとね、でもなんかモチベ、 TikTok モチベ。嘘、やってほしい曲だったの？え、多かったのかな、あの夢中になってのやつ。私を、違う、なんだっけ、夢中になってまずとあげたこのストーリー、君の足跡チェックするの。めっちゃぴったり。あ、本当に？ツイッターの、え、大好き、ありがとう、さきちゃん。毎日エヴァルームだよ。嘘、合ってる？夢中になって。わざとあげたこのストーリー。君の足跡チェックするの。あざといなんて言わないで。好きだっちゃって可愛くない？方言だよね、可愛い。好きだっちゃ可愛い。ありがとう、みなあちゃん。 TikTok、 あやちゃんありがとう。そうなんじゃん、束縛アイドルじゃないよ。そういう感じのタッチじゃなくない？別にずっと見てるよっていうね。東北か、可愛くない？好きだっちゃだって。インスタのストーリーハートして、ありがとう、可愛いよね。好きだっちゃ。私歌ってないよ TikTok あ、踊ったよ、あの TikTok 踊ったそうだよ、君のチョコメラ。可愛いか、みんな可愛い声が。ストーリーの足跡見てる？ストーリーの足跡、ストーリーの足跡、あ、ストーリーは見れないけど、その何、なんていうの、誰が見たか、あ、それは 見るよ、見てるよ普通に。あ、一緒に行くって約束したでしょのやつふっ歌声は高くないよ。え、コメントしてくれたの？え、ありがとう、後で絶対見に行くね。やっほー、当たり前。え、それは見るんじゃない、みんな。え、それは見るよ絶対に。あげてるの、え、そうなの、それはわかるの、それが見る、頑張って見る。見切れない、え、見るよ。見るよ、うん、全部、うん、うん、うん。目を凝らしてえ、そう、あのストーリーが見れないから。でもストーリーでなんかリサのこと言ってくれてたりとかするじゃん。それこそこの間 TikTok 上げた時に
可愛いとか言ってくれてたの、言ってくれてたりとかして、それを見たいだけど既読っていうか、そのストーリーの足跡をつけられないからって思って、見れない、見たらついちゃうじゃん。そう、見れないけど、その DM とかはまだ見れるよねっていう感じ。ハイライトは見れるね。あー、見れると思う。でも最新あると見れないよね、ついちゃうよね足跡。ハイライト自体はつかないかな。本コアじゃないよ。なんで？絶対普通だよ、これは絶対見てる、みんな絶対見てるよ。本コア死ぬそれだそれだ、ダメだよ、そんな本コアじゃないんだから。え、でもさ、え、わからないな。リサがもしファンの方との立場だったら、監視してるよって言われたとして、むずいな。でもなんだろう、でも嬉しいかも、私だったら私だったらね、私がもしファンの方だったら、が赤くなかったライト嫌いではないけど、なんか行き過ぎると怖いって感じ。ん？監視してるって言って監視してないパターンがなければ。あー、してなかった。あーね、むずむずフリーズしちゃったね。ちゃんと見てるよ。見てないで言ってないよ、ちなみに。それはそう、 TikTok 見たよ、ありがとう、嬉しい。あー、見られてるって分かるとツイートできない。たくさん監視してください。するする有言実行するよ。本当にいいよ、森瀬ちゃん、ありがとう。この間はありがとう、ちゃんと見てくれる、嬉しい。見てるよ、ちゃんと、ちゃんと見てるよって怖い。見てるねあやなちゃん結婚してよろしく、ありがとう。あなちゃんありがとう、 TikTok も見てくれて、 TikTok 見てくれ、ありがとう。なっつって感謝いつくしてるの、いつしてるの。お風呂入るときとか寝る前とか、投稿してちょっと経ってからとかかもしれない。犬山まで行くとそうだよね、そうだよね。でもなんかそう、あんまりなんか見すぎ、なんか見てるよとかツイートをしにくくなるのは嫌だから、あんまりその見ててもそんなに言わない方がいいよねっていう趣味みたいなもん。ああー、趣味見て趣味でもあの楽しみ、それがでも反応が楽しみっていうのは大きいかもしれない。なんかやっぱりこういう TikTok とかはこのグループの TikTok だからさ、リサ一人のじゃないからさ、なんかそのこうあんまりなんか私の TikTok を見て生その反応とかなんかその TikTok のあのコメントとか見ると、なんか踊ってよかったなとか撮ってよかったなとかっていう気持ちになるかもしれない。だから確かにそのモチベーションじゃないけど、その TikTok は TikTok のモチベーションになるし、 Twitter もなんかこうコメントとかいいねとか
こうしてくれたりすると、それがやっぱりもっとツイートしたいなってなったりとか、もっとみんなの反応見たいなとか、なんかそういう風にはなるかもしれない。モチベアップそうだよ、そうだからね、なんかだからそれこそこのわざとわざとエキスパートっていう曲、この曲ダンスは本当になんか意外とね、このコメント欄でも見てやってほしいみたいな、踊ってほしいっていうのがこの間もあって、あ、そうだったんだって感じだったんですよ。私なんかまあ流行ってる楽曲でもあったし、自分も知ってたからすぐ覚えれたけど、そうだからそれでやってほしかったって言ってくれて嬉しいです。よかったって感じ。踊って久しぶりの登場だったけどね、まあ誰かこれが久しぶりだったけど、そうです、うん。しんちゃんやっほーやっほー。そう、インスタでもできるの、似たようなこと。あ、本当に TikTok じゃなくても、うん、ありがとう、家族全員に送ってくれたの、恥ずかしいそう、供給多い今日、やばい。あー、リール的な、すごい、そんなのもできるんだね、すごいね。リールがあるんだ、うーん、え、リールにもさ同じのあるの、曲とかも、すごくない？可愛くてごめん、なんかこんな感じだよね覚えてないからね、やばいよね。かなちゃんやっほーやっほー。ねえ、 TikTok あんまみんなね最近は落ち着いてるよね。イコラブの TikTok は落ち着いてます。 YouTube もショート動画ある、確かにあるね、確かにあるわ。なんかショート動画流行って流行ったっていうか急に来たよね。今日もサークル会見るね、絶対に見る。やす、こんばんは、こんばんは。短めの動画流行ってんだね。でも確かに短いとさ、すで見やすい、思った、すぐ見れるから。なんかいつもさ、あれさ、結構 YouTube とかなんか 1.5 倍速とかさで見ちゃうんだけど、短いと秒で終わっちゃうからさ、たくさん見れるよね。短い時間でいっぱい見れるっていうのがいいよね。レント、ありがとう、開いてくれたの、ありがとう。ショート見やすい、キャラ、YouTube のショート、あ、長くて1分なんだ、やば、短いね。 AI 怖いよね、認知してるからね。タカハートありがとう、すごいよね AI って、何でも認知しちゃって、ちょっと見ただけで。 TikTok とかもやばくない、すぐ行っちゃう、認知したら。みなちゃんありがとう、ありがとうね、本当に。同じのめっちゃ流れるよ、めっちゃ出てくるから。もうさ、同じものをさが好きって認識されちゃうからね、なんか TikTok って。すごい、 YouTube もそうだけどね。サイン会も話し会もありがとう、たくやありがとう。広告、え、なんだろう、何のやつ。カリキュラマシーン、初めて、こんばんは。
試しに見た動画、赤ちゃん動物、リスも赤ちゃんとかさめっちゃ見るからさ流れるよ、めっちゃ流れてくる。永遠におすすめしてくれる。わかる、めっちゃ出てくるよね、認知してるからさ AI が。ジオマメたくさん思い出作れるの幸せ、楽しみ、ありがとう。リサも楽しもうね一緒に。うん、踊ってたやつ、そうそう、なんか流行ってたりするよね、料理作るのめっちゃ出てくる。リサも料理の、料理っていうか食べ物系のやつはめっちゃ出てくる。なって思うよ。うん、やっぱ食べ物系多いかも。アイドルがたくさん出てくる。アイドルとかのさ、アイドルさんとかの TikTok 見てたらやばそう、永遠と尽きなそう。マッサンありがとう、楽しもうね、うん、絶対ね尽きないよね、だっていっぱいいるじゃん、たくさんこの世に。旅の原因、いやでも一番あるかもね、 TikTok 一番ありそう。ヤッホー光る、ヤッホーね、焼きおにぎりですよおにぎりだらけ。でも本当になるよね、すごくない TikTok って。いろんな、いろんな界隈のオタクの動画出てくる。でもファンの方、それこそファンの方っていうかとか見てるとさ、絶対そう、何多いかも、ファンの方のお誕生日お祝いとか見たりする、アイドルの見てたら。そう、いけな、黒い手袋で料理してる人めっちゃ、え、何怖い、地下アイドルと前回のでアイドルと一緒に踊ってる動画とか、あーね、確かにファンの方のアカウントとかだとあるよね、ファンの不況に影響性すごっ、いいねするんかい、やっほー。切り抜きね、あるよね、謎に切り抜き。最近カエルの着ぐるみしたのが、何敬礼すんの、どんな、そんなのあるんだポップコーン作ってる人、待って、見たことあるかも、リサもある、謎に。でも私そうなの、私知らない人の TikTokライブとか見ちゃうからね、なんかほんと知らない人だよ、全く知らない人、ガチで知らない人よ。卵の、そう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 、マジで見ちゃう、この卵どうなるんだろう最後って思ってるそう、海外の動画見てます、あれマジで怖くない、あれほんと怖い、スリルしかないやん。トルコアイス、あ、見たことあるよ、トルコアイス知ってる、たまみんな知ってるやん。でも一回それでさ、怖いやつなんかもうトラウマだからさ、そういうのはもうすぐもう消します、怖い。そうそう、マジで、そう、スポット系のね、あれは危ない、マジで。お熱お熱の季節怖い。でもね違うのよ、なんか時期関係なく行ってるんですよライブはね、ライブされてる方は
だからマジで怖い、見ちゃダメだよ絶対、怖い。そうだよ、イオリがいないと無理さ、怖い。怖いのはね、いつも一緒に見ないと無理だから。司令権の方、そう、怖い、無理、ほんと本当に無理。ほら大好き、ほら好き。もうなんかさ、なんかあまりにも非現実的だったらいいんだけど、なんかそのライブ配信に関してはさ、本当に現実なんよ。よりの声量の方が、それはあるよ、それはあり。あんなにも本校挑戦する、そうね、一緒に見てほしいよ。そう、気になって見ちゃうけど、でも私はもう見ないって誓ったの、マジで。本当に私はね、あれはトラウマガチで、あれはいけん、絶対見ちゃいけなかった。見てはいけないよ。何？ STA スタジオ怖い。本当にね、やばいから、マジマジでやばい。本校はね大丈夫なの。でも本校を見るときは全て終わらせてから見る。お風呂も入って歯磨きもして全て終わらせた状態で見ないと、あのお風呂に入るのが怖いから。本校はね大丈夫なんですよ。大丈夫って言っても全て終わらせないとダメだけど、一人は無理だよ見るの、さすがに。そう、一人では無理、怖い。いつも見て、なんかイオリとかと、イオリとね見る、見て、みたいな、そんなことなくないとか言って見てる。みたいな、今いたそれみたいな。全て終わらせることが大事。お風呂で霊出る動画だったら、そんなのは見ないよ。そう、寝るだけにしてから見、そうそうなの、絶対にそう。なのに部屋の電気を暗くしてみるんだよ、不思議だよね。あ、でもなんか時期があるかも、怖い年とマシな年があるかも。本校は、あとはさ、本校と、あの世にも奇妙あるじゃん、あれはどっちもね怖い。テレビと話すタイプじゃないよ、怖いね、暗いと怖い。世にも奇妙、わかる、わかんないよね。仰天ニュースの私は、あ、怖い時あった本当に。物語、あー、エルボー結婚してよろしく。じわじわ怖い。そう、でも奇妙は結構奇妙な感じが多いかな、なんかお化けとかなんかそういう系ではないか。ゆりさん二人とも叫ぶよ。本当に面白いよ、その光景本当やばい。いつも来る瞬間をあれ、絶対来る絶対来るって言って、そう。映画はね無理、絶対怖い、見れない。それをライブで見たい。あ、そうそう、いおりの声にビビることもある。無言で見ることできないの、無言で見ることは無理かも。何かしら反応する。何かしら、マジで面白いよ本当にね。あんまりは見ないよ、二人いおりと私だけ見てる。しかもなんか見方がすごいんだよ、なんか本当に。
電気を消すね。で私は消そうって消して、でも消してんのにさ、いっちゃんビビってんよ。だからさ消そうって言って消して、じゃあ消してみようって言って消して、あー見てる。で、あのなんか毛布じゃないけどみたいなやつをあの持って、一つのなんかでかい毛布みたいなにあのこうね、こうもうなんかなんていうの、寒いみたいな、なんか寒くないや、クソ寒いみたいななって、でそって見てる。そう、そうそう、やばいよね、めっちゃ面白いよあとなんか絶対もう来るなっていう瞬間があるやん、その瞬間になったらマジでこう二人ともこんなのある。そう、本当に面白い。そう、なんか去年が見たんだけど、一緒には一緒に見たけどなんか合わなくって、あのお休みじゃなかったんだよね、その日がで無理だったから一緒に見れなくて、私は一緒にじゃないと見れないから、リサが例えば先になんかもう見れるから見ないって、結局なんかなんだっけな、なんかの間の時間に見た、見逃しで。うん、あそうだ、お話し会かな。でゆり、私が早く終わったから先にもう見れるってなったんだけどやめたんだよね、結局。怖い。何でもそう、そうだよ、怖いって言うけど、なんか怖いもの見たさみたいなのがあるから、空き時間にサクッとではないよ、空き時間にちょいちょいこう、途中やっぱずっとまとめては見えなかったんだけど、ちょいちょいでも、あ今回そうでもなかったねとかいう時もある。うん、そうだからほんとね、なんかいろいろありますね。イカゲームは怖い。イカゲームはショーコと見たんだけど、ユレも見てたんかな先に、だからショーコは見たいって言ってたから見ようって言って見たけど、マジで怖い、私無理、イカゲーム怖い、ああいう系苦手かも、結構なんていうの、ちょっとね怖いっていうか、なんかお化けと違うんだよね、なんかねっていう感じだったんだよね。ああるんだよね、そういえば続き確かあるよね、まだあれか、でも次会ったらまた見たいねってはなってんだけど、怖い、音と全てが怖くて、こうね続き出るよね、怖い怖いけど見ちゃうから、怖いけど見ちゃ う。ミント久しかったん、もう一回見たい、怖い怖い、あれ絶対夢に出ちゃう感じ。スラムダンク見てないよ、なんだっけ、ネットフリって見れる。ライアンゲーム怖いかも。あそれで言うと前怖いやつ、神様の言う通りだ、神様の言う通りでに
一人をゆりと見て怖かった。不思議な気持ち。恋愛映画がいっちゃうね。怖いとかない。ほんと平和じゃなかったりもするけど、そのなんか木にバンとかないよねそういうのはないから大丈夫。怖い。犬崎村怖い。怖いよね。平和。なんかその恋愛系でも平和じゃないものもあるじゃん。なんかちょっと悲しいみたいなのもあるけど、でもなんかまだ違うよね。毎日来れてありがとう。怖いのは無理。うん、そうだね。大体なんかあるよね。ドラえもん平和。スミクール平和だよ。そう、平和なのが一番いい。家族愛ね。確かに。アンパンマンも平和だね。私アンパンマンミュージアム行きたい。あのパン食べたい。かわいい急にやばい。ナッツありがとうね、見てくれて。行ってみたいんですよね。あ、そうなんだ。やだ怖い。みなとみらいにあるのか。行きたいな。え、東京ないのかな。横浜にしかないアンパンマンミュージアム。かわいいじゃん、だってアンパンマンかわいい。そうなんだね、東京ないんだね。東京にないんか。じゃあもう横浜みなとみらいに行かなきゃダメってこと。そっかそっか。チルハートありがとう。カバオくん知ってるよ。カバオくん、カバオくん知ってる。カバーでしょそのまんま。カバオくん、天丼マン、かわいい。僕の家がなくなっちゃった。カバオくん、カバオくんくらい日焼けしたい。やばい。確かにあれ日焼けしてるのやばいね。アンパンマンかわいい。ヒーローって感じ。やっぱコキンちゃんとドキンちゃん、かわいい。アンパンマンは見てたと思う。絶対アンパンマン見てたよ。多分見てた。天丼マンのコスプレやばい。あるの？そういうのっていうかあるんかな。やっほー。じゃあマジさんが、あ、そういうこと？え、本当に？それは本当の話？本当？マジ？そんなあれがあったの？こんばんは。カバのカバ？行列なの？カバオくん焼かないよね。それな。ね、本当にさ、嘘を言うのやめて。信じちゃうじゃん。嘘っていうかさ、信じちゃうからね。
忘れたもんな、アンパンマンのずっと見てないから。みなとみらいもめっちゃ並んでたの。マジ人気なんだよ、子供ちゃんに人気だよね、やっぱみんな行きたいよ。だって子供だったら行きたいもん。リクとハートありがとう。アンパンマンみんな大好き。カービィ事件再来、確かに確かに、待って懐かしいな、カービィも。平日だったらいないのかな。うん、切り抜かれちゃう、やめて。切り抜かれるのだけはマジで無理、切り抜かれるのは本当に無理です。アンパンマン知らん人絶対いないよね、だってヒーローだよアンパンマンは。年寄りさカービィやばいね、そういっぱいあるよね。アンパンマンってでもそうだよね、普通にね、すごいよね。カービィみたいにリサ思い出すのねえ、本当にそれはおかしいよ絶対に。カービィショップできてんのすごいね。アンパンマン怖かった、アンパンマン。でもなんか冷静に考えたら怖いよね、だって顔をさ、その交換とか怖くない？じゃあ普通に考えたら、だしお腹が空いたって言ってさ、こうあげるじゃん、怖いよね、びっくりしちゃうよね。うん、冷静に考えたらダメだね。ぶっ飛ぶからすごいよね。でも子供だからね、子供はやっぱアンパンマン、アンパンマンっていう気持ちで見るから。そうねー、すごいよ。やばいやばいやばい、火をあげてるわ、やばい。ちょっとね、まあ子供はそんな深くはね考えてね見てないからねって思いますけど。アンパンマンはホラーっていうか、なんか実際考えたらっていう感じよね。普通に普通の内容は別にそんなにこうあれだけど、冷静になるとダメっていう感じ。いつも星になって飛ばされる。確かに飛ばされるよね、いつも星星になるよね、いつも。チャラン、わかる。キランって言っちゃう。何事もね冷静に考えたらダメっていうことだね。うん。バイキンマンたまにいいやつ。あー確かに確かに、バイキンマンたまにいいって思うよね。メロンパンナちゃんかわいい、売り切れなんだ。コキンちゃんね、コキンちゃんかわいいよ、コキンちゃんかわいい。バイキンマンがひたすらいい役、そうなんだ、そんなのもあるんだね。相棒の配信って何？アンパンマンとバイキンマン一緒に戦うねえ、ほんとにマジでいいやつ。でもさ、ずっとね、そうよね、バイキンマン、アンパンマンとイコラブでコラボとない、やばい、なんのあれもないけど、あるかな共通。
房しんどい。サトシ、え、本当にね、忘れちゃった。最近アンパンマン見てないから。食パンマン、アンパンマンガチ勢になった。アンパンマンガチ勢。もう10時なっちゃうからもう終わろうかな。さなつのななちゃん、あ、さなつの、あと、あ、まだね、あれ貼ってないから、私リンク、まだみんな気づいてないよ、私の TikTok に。早めにバイバイ。みんなね、10時には終わるね。そしたら始まったじゃん、ドラマも。まあいろいろ焦ってさ、ブラウンかな、やっぱりリンクコピーして、って感じ。ありがとう、しおちゃん、してくれて楽しい時間を。でもさ、何タワーさん、この突然ありがとう、サイン会も気がつかない、気がつく気がつく。明日誕生日タワーなの、前夜祭ってこと。え、あった、おめでとう。一日早いけど、ワンチャン明日もうやるかわかんないけどって感じだったんだけど、前夜祭だね、しおちゃん。ちゃーちゃちゃちゃ、誕生日の方多いんですよ、めっちゃ最近多いかも。これ言うと毎回言ってるってね言われるんだけど、本当に多いから言ってる。4月生まれの方とか5月生まれって多いのかな。ねえねえねえ、本当にさ、あのさ、いつもの質問できるって何。ねえ、できるよ。ねえ、どういうこと、本当に。できる、できるから。初めてのお使いしんどい。ねえ、やめてよ、本当に。確かに前日やからさ、まだ食べてないやろ絶対。明日やない、やっぱ明日やん。ね、食べてないよねまだね。それはそう、今食べてたらまあ普通にあれだよね、なんか普通に食べましたって感じ。ケーキ食べたいから食べたよみたいな気持ちだよね。フライングだね、フライングしちゃった。はい、書けました。おしおちゃん、お誕生日かっこ早め、お誕生日おめで、あ、ちょっと待って待って、同じこと言っちゃった。お誕生日おめでとう、早めのハッピーバースデー。一日早いけどお誕生日おめでとう、ハッピーバースデー。暗い？ちょっとちょっと夕日みたいな色なんだけどこれ今。サンセットやばい、サンセットになってるね、ちょっと。はい、今日顔が薄いから大丈夫。
おめでとう、5回目やばいねえ、いっぱいありがとう。クマかぶら、かぶってた今、かぶってましたか。おめでとう、ハッピーバースデー。いつもたくさんありがとう、私のことを本当にお母さんのように見守ってくれてありがとう。すごい、いつもお話し会とかでもいっぱいお話を聞いてくれたりしてくれてありがとう。これからもたくさん思い出を作ろうね。ありがとう、しおちゃん。大阪もあともう少しだね。楽しみにしててね。ありがとう。よかった、お祝いできて。早めのだけど、早めの誕生日おめでとう。イエイ、ヤッホー、ありがとうございます。たくさん、いつも全然終わり際にね、ちょうど10時にねなって、私は今からもう何ですか、無事にリンクを貼って貼りたいなというお気持ちでいるので、ちょっとぜひ見てもらえたらなっていうお気持ちでございます。はい、ありがとう。ゆりゆりちゃんもヤッホーヤッホー、あいかもありがとう。見るね、このあと全部、このあと全部見に行くよ。私は戻ってまいりましたか。もう終わります。 TikTok ありがとうね、見てくれて。そう、ツイートするから、私はこの後にツイートを貼って、URL 貼ってコメントも見ていきたいと思います。見てね、これ。でーす、そう、いろいろね頑張りたいと思います。3つを切っていくとかちょっとまだです。まだですね、予定はちょっとないから、いっぱい見ててね。あ、そう、あとまずちょっとインスタも上げなきゃいけない、より、あとよりをまだ今下書きに入ってるから入れますじゃない、投稿します。ということで、この後もちょっと SNS するので見ててください。ということで、今日も見てくださってありがとうございました。じゃあランキング読みます。13位ジュキ、12位まっちゃん、11位シューティング、10位タカ、9位アキ、8位匠の技を伝承、7位お米、6位コア、5位綾乃、4位新一、3位とめぞう、2位ざんまいちゃん、1位がお塩でした。おめでとう、前日のお誕生日お祝いおめでとうございます。配信も見てくださってありがとうございました。ちょっと今日はもう本当にSNS が多いので、ちょっとこの後もね見ててもらえたら嬉しいなって思いますし、 TikTok もねちょっとみんなに好評だったらいいなという気持ちで撮ったので見てみてください。ということで、今から SNS をしていきます。はい、見てくださってありがとうございました。またね、バイバイ。